皆さんこんにちは、犬たぬきです。さてちょっと今回はですね、ペント君にとあるドッキリをね仕掛けていきたいと思います。でね、どういうドッキリかっていうと、こんな感じにねモッドを入れてピュってね、ほら消えることができるんですよ、これ。でもう一回ねピュって押すと元に戻るんですけれども、この消えるモッドを使ってちょっとねいたずらをしてみようと思います。でこれね、あともう一つ機能として、急にねクリエイティブモードになったり、これでクリエイティブモードになってるんだけど、であともう一回ねサバイバルに戻ったりとかもこれもできるんですよ。というわけでこの消えたり、あとクリエイティブモードになったりするね、この力を園長にね使ってもらって、で今から園長にペントにいたずらをしてもらいます。でそれでねペントがダイヤをねゲットするまでにどこまでこのいたずらがねできるのかっていうのをねちょっとね見ていきたいと思います。よし、じゃあやっていこう。なんかさ、このワールドちょっとバグってない？え、そうですか？いや明らかになんかさ、人為的なさ、あの山とか長方形になってない？あ、本当だ本当だ。おー、いやあれ俺が作ったんだよ。なわけねえだろ絶対嘘さっきまで君入れてなかったからねそれで約1時間ずっと分かってたから、奮闘してたから。マインクラフト実況も大変なんですよ。大変なんだね、本当に本当に大変だと思う。ほらでもやっぱおかしいよこれ。これすごいね、なんかうん、断面図になってるもんな。断面図になってる。さてちょっと今回なんですけれども、はい、ネザーがさアップデートされて、青いやつね。そう、あの世界って結構宝箱が出るようになったんですよ、はい、なるほど、はい、はいはいはい。でそこでちょっと、はい、まあお二人にはまたバトルをしていただこうかなと思いまして。バトル？はい、この現実世界でうん、ダイヤをゲットするのと、はい、ネザーでダイヤゲットするのどっちが早いのかっていう、うん、あ、待って待って、現実世界ってゲームの中の現実世界か。ちげえよそうだよそうだよそうだよ、俺びっくりして今からじゃああなたは置いてダイヤを取りに行ってくださいリアルダイヤかと思って。なんでリアルダイヤ始まるんだよ。結構焦ったよ俺マジって思っちゃった大黒屋に行った方がいいんじゃないかそれそうだよね、そこで今からブラジルへ行ってくださいブラジルつらし作ってなわけねえよ。この世界オーバーワールドってやつですね。そう、ペント君は今からオーバーワールド、はい、で、はい、園長は、まあ、ネザーっていう縛りで、うん、ダイヤをゲットするっていうので。なるほど。そう、どっちが早くできるのか勝負っていう感じでやりたいと思います。はい、でも勝っちゃう、勝っちゃいますよ。いや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 、だからサポートとして僕が入るっていうあ、サポート、ペットのサポートを入れた時に、ね、サポートになりますか。いやいやいや、2対1だったら勝てるでしょ。最近犬たぬき雑魚説流れてるんですよそうなんだよね。逆に足でバトンになるんじゃないかい足引っ張らないように頑張りますでも知識があるから犬たぬき先輩はそう知識の精霊だから知識でちょっと挽回したいと思いますというわけでよーい、スタート。勝負だ園長、勝負だ。まあ、あ、雨だ。あ、いきなり雨です。早速雨。怖い。タイミング悪いか。タイミングが雨を抜けるのは砂漠の方がいいかもしれないけど、まあいいや、でも僕はペントについてくよ。なるほどね、とりあえず木材。君はジャングルだね、じゃあ我砂漠行くから。オッケー、今日はちょっとペントから目を離さないようにしなくちゃな全然お助けじゃないから、ね、すぐ迷子になっちゃうからね。しかし羊はジャングルにいるんですか？羊はジャングルいるのかな。謎ってか待って、この断面図よやばいよね、 2D の世界だよこれこのこっから右はなんかのジャングルのワールドみたいになってるよねとりあえずネザーゲート作んなきゃいけないよね。そう、だからネザーに行くまでも時間がかかるから、こっちは圧倒的有利なはずなんだよペントさん。いや今回マジで勝つよ本当に悪いけどそれより雷だ、雷はやばいって。ちょっととりあえず先ほど、おいいぞ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 、まさかの今回はいいぞ、まさかの露天掘りまさかの露天掘りです。撮影を考慮して行って。なに、え、園長、園長、園長だよ今。どこだ園長、V 船長かこれいやいや V 船船長じゃねえよこれ。今俺撃たれたタイミングで園長狙いさめて出たよ。おい園長どこいんだよどこだあいつあいつ何に化けてた、あいつ手を出してきたぞやばいやばいやばい、化けてねえよ普通に。園長じゃないのマジで今、普通に後ろから撃っただけだよ。あれ園長じゃないの、このスケルトはこのスケルトはスケルト園長説ある、このスケルトあ、俺沈没船見つけた。
何？神仏戦？お、鉄、鉄ゲット。早っ、ちょっと待って、早くね。俺今石なんだけど。やばいやばい。まずはやっぱりセオリー通り、そう、あ、でもこれ 1.15.2 だから村見つければベッドはあるよ、はい、なるほどね、そう、村、あ、そっかそっかそっか、村、これね、ペントのことばっかり考えてて言うたら死ぬってパターンがあるよね。そう、そのパターンもあるからね。確かに自分の身は自分で守らせていただきます。自衛しよう。やばいやばいやばい、来た来た来た、気をつけて。ほらマグマを取ります。早くね、園長。え、マジ？マグマ？沈没船に鉄入ってたからね。あ、なるほどね。やば、めっちゃ早い、めっちゃ早い。どうしようどうしよう、急がないと。じゃあペント、はい、さっきから全然ここ動いてないけど大丈夫なの？大丈夫、今ね、装備を揃えてるんだ。さすがだ。石のピッケル、石のピッケルの作り方がよくわからんが、ここでやられてるのか。俺やられてる。待って、あ、あ、危ない危ない。ペント気をつけて。残りハート2です。やばい、やばい。朝日を待つ、俺はひたすら朝日を待つ。朝日、じゃあ、鉄めっちゃたくさんあるな。追い込んだ。じゃあ、で、鉄見つけられちゃってたらさ、はい、もう彼ネザーは目と鼻の先を。やばい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 。鉄いらねえから捨てようかな。捨てるの？え？え、なんだ？鉄落ちてるよ。本当だ。え、なにこれ、どういうこと？わかんない。どういうこと？え、ちょ、どこにいんの？え、ちょ、この辺にいるの？鉄ってでもさ、ゾンビとかから出てくるよ。え、そういうこと？今園長がさ、うん、鉄いらねえから捨てようかなって言った瞬間に俺画面の前に鉄が現れたんだけど。マジマジ、それはやばい。あ、村を発見しました。あ、マジで園長ここにいないんだ。え、怖っ。え、普通に俺村にいるよ。座標言ってあげよっか。20のマイナス400に村あるよ。20のマイナス 400？ うん、砂漠の村がある2つ。え、とりあえずさ、はい、食料どうする、ベンツさん。ちょっと、ね、俺は一旦ね、この食料、今ハート残り2なんですよ。はい、とりあえず食料取んないと初期スポーンだから、一旦この初期スポーン近辺で、はい、食料を取るっていう作戦に出る。結構チキってるなこいつ。なるほど、マイナス400はこの辺だが、いって、待って、死ぬ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 、頑張れ、死にたくない。あのサポート係そっちいるんだよね。やばい、残り1、まだ残り1でいってるいます。ちょっと待って、これは本当に俺が盾になる。ペンタ危ない。大逃亡、テイテイ大逃亡。やばいやばい、俺も死ぬ。あー、え、なんでなんでなんで、園長に抜かれたよ。園長に抜かれた。どういうことどういうこと。園長がまたどっかにいるぞ。え、これ VS 園長。VS 園長ではありません。僕は違う、当初の予定では。今園長俺撃った。いや、たまたま見つけちゃったからさ。そういうことで、ね、その定位か。その定位か。今回の園長は手を出してくれ。やばいやばい。いや、手を出していけないって言われてないからね。あれ、今なんか園長空飛んでなかった、気のせい。え、どういうこと。園長空飛んでない今。今俺待って、俺の画面のあの遥か上空に走ってる園長が見えたんだけど。あれじゃない、あの俺今木の上に乗ってるから。あ、そう、園長だけ見えたってことか。そうそうそう、そういうことね。あの海底神殿さ、モッドクラフトで探してた時にさ、ブルルルってなってたあれみたいな感じってこと？そう。え、てかあのなんかあの VS 園長であの園長が空飛んでる時みたいな。はいはいはい。お、パンがある、ありがとう村人さん。ああ。で、今大丈夫か？モンスター近くにいるため寝れない。待って。ようやく朝日が。ヨーペント。ウィース。おいて。やばい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 。やっぱクリーパーです。クリーパーだけ。ああ。ペント。ペント死す。なんでだ。一旦。はい。どうする、洞窟探しか。そう、さっき俺逃げてる途中に洞窟を見つけた気がするんだよな。気がするんかい。そう、なんか深めの洞窟、さっきあの牛とか豚がいるところあったじゃん。はい、あの辺りになんか深いところが一瞬見えた気がするんだよね。あ、アイアンゴーレム、ボロボロのアイアンゴーレムがいるぞ。ボロボロのアイアンゴーレム、どれ。さっきの夜でやられたんじゃないか。そういうことかもしれない。相当戦ってたんかもしれない。これあったら倒せるよ。よし、行きます、勝負。ほら、
うわー、え、強くない、マジで。え、こんな強かったっけ。え、待って、俺体力、アイグは強い、アイグは強いよ。え、なんか俺体力満タンでも今までなんか4回ぐらい食らったら死ぬイメージだったんだけどさ。ノー装備、アイグは強いのかもしれんな。そういうことか。待って、向こうにまた村があるよ。あ、オッケー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 。よし、パン50個だ。それは大丈夫だね。強い、パン50個は強い。マジ強いぞ。オッケーオッケー、はい、よし、じゃあ、はい、行きますか。行きましょう。こういうの見るとなんか RPG のやりすぎの癖でさ、うん、全部取りたくなっちゃうんだよね。宝箱は入念に。そう、の割には全然この俵は取ってないけどね。あ、そっか、俵は忘れてた、そいつの存在を。じゃ、まずは松明通りだ。松明を回収。この音はエンダー、え、シュルカーだよ。シュルカー、おお、倒した。アイアンゴレムが逃げ切れ倒した。おお、さすが。うわ、あ、げなくなった。エダルキー、あー、浮いてる。まずい、水の中、水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 、マグマ発見。マグマの中はダメだよ。水、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 行く。オッケー。おー、危ねえ、危ねえ。そのマグマ、そのマグマ欲しいの。飛んだおかげで村のマグマを発見しました。そっか、村にマグマあるの忘れてたな。どうですか、チェスト。あ、あ、いいよ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 。この装備あげるよ、じゃあペント。ありがとう、犬たぬき。鉄装備、鉄装備。ちょっと待って、もうちょっとでベル壊れる。すげえ、あ、え、え、あ、ベル砕けてなくなった。おい、え、ベルってなくなるの。ベルは殴ったら壊れちゃうんだよ、きっと。そうか。いや、僕もあんま知らんけど。あと松明を大量に入手して。すげえガタガタしてんだよな、この家。欠陥住宅。ほら、この下見て。本当だ、これこそ洞窟なんじゃないの。その説あるね。あ、スポ、スポナ、スポナ、スポナ、マジスポナ。ちょっとペントこっち。オッケー、ちょっと待って、こっちだ。センキュー。行って、気をつけてくれ、スポナーは危険だ。任せろ。え、なんか、なんか声がする。やばい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 、なんか湧いてる、なんか湧いてる。なんだこいつ。あれだわ、あれだわ、ベックスだっけ。ベックス、ベックスめっちゃいるよ。待って、やばい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 、あれアイアンゴーレムに任せよ。ほら、こっちにスポナーがあんの。ほら見て、ほんとだ。これは激レア。何のスポナー。スポナーいらなくねえか。そうなんだけどね、ゾンビのスポナー。スポナーにダイヤ入ってる説あるか。クラは僕を置いてくってことかい。それはできねえ。お助けキャラ置いて。ただの足手まといなんだよ。お助け、それはそこまで来ると。お助ける概念が分かんなくなる。ちょっと洞窟探索を行う。洞窟探索。何も考えてなくて洞窟探索とか言っちゃったけど。なんで聞き返されたんだろうって今俺も。いや、何も考えてなかった今。頭が。犬たぬきも脳死することあるんだね。脳死してた今完全に。あれ、犬たぬきさん、はい、さっきのアイアンゴレムのところに来てください。どこ。さっきのあの、もっと外外外。こっち、ここ、はい、見て、はい、これ。あ、富士のトーテムだ。富士のトーテムです。よし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 。やったー、これはいいぞ、これはいいぞ。富士のトーテムってなんだっけ。死んでもいいんだっけ。死んでもいいやつ。一回死んでも大丈夫なやつ。来た来た来た。おお、ペントに、ペントに大事なものじゃないか。必要なもの。じゃあアイアンゴレム一旦戦っとく。一旦バトルか。締めるかこいつ。必要性がない。勝負勝負。裏、後ろ切り。ああ、いけ。やばい。あ、2回死んだ。使ってさらに死んだ、ね、死を超えた瞬間死んだ。いやー、ちょっとペントふざけてる場合じゃないですよ。あ、やっぱ園長今空飛んでるよ。どこ。左左奥。あれ見て、あそこにいる。どこどこ。こっちこっちこっち。いや、俺の画面からは見えんよ。園長、あの山の中に突入してったんだけど。なんで。あ、これは園長、これ園長だよね。いた、うん、あ、これは見えた、これは見える。びっくりした、さっきもまた空飛んでたんだよな。なんかやっぱバグってんじゃないのこれ。このワールド結構バグってるよねこのワールド。だってさ、もともとのあの初期スポーンもさ断面図になってるしさ。そうだよね、今日1時間ぐらい入れなかったし。でなんかたまに、うん、たまになんかさ、俺もあの、あー、説明中に死んだ。ごめん、ちょ、説明中に。あれ、この洞窟はもう何もないのか。洞窟なかったね。ないか。
園長が何か発見してる。黒曜石見つけちゃった。何？いやでも意味ないぞ、あいつはダイヤをゲットしなければ意味ない。確かに現世でダイヤをゲットするっていう、いや分かんない、チェストで発見してる可能性がある。それはやばい。よし、全て揃った。剣と鶴橋と斧が揃えました、ようやく。松明はもともと松明、あ、6個もういいや、僕が頑張って石炭取って、はい、ありがとうございます。これ半分あげるよ。やった、よし。いや、ありがたい。ありがたいでしょ。ありがたすぎる。お助けキャラですよ。やべ、園長だ、やめてお前はとっとと姉さん行け、地獄に。危ね、殺されるとこだった今。しかし実際ダイヤってはい普通の人がやったらどんくらいで見つかるんだろうね。確かに、みんなどうなんだろうね。ペントは明らかに遅いよね、でもこれ。それは否定できねえ。絶対もう見つけてる。RTA だったら。いやいやいや、嘘でしょ。来た来た、嘘。いや、ちげえよ。何？こんなでけえ洞窟あるのに君、え、見逃してんの？何いやいやいや、どういうこと？ほら、あーでっかこれ見逃してたよ。めちゃくちゃでかい。俺それよりもあっちの馬を見て、馬に向かってこくらも出してた。突入できるかな、逆に。下行きすぎて。あー、すげえ、行って。これ見逃してたらそれは終わらねえわ。これはやばい。なんかうめき声聞こえる。やばいやばいやばい、なんか来た、なんか来た。あ、ペドペド、やめてやめて、本当に死んで、やばい。よし、危ねえ危ねえ、倒した。あと一撃食らったら死んでた。やっぱ犬たぬきも雑魚なんじゃないかい。またかまど用の石だな。雑剣、お、鉄めっちゃ出てきたぞ。7個ぐらい出てきた。え、君ら今、ね、深い洞窟にいんの？そう、今洞窟の入り口に立ってる状態。洞窟の入り口だね。やばいな、それやばいな。これ終わる可能性あるけど、ワンチャンこれダイヤ見つかって終了あるからね。見つかって終了もあるからね。手は抜かんさ。ここで申し訳ないけど、ここで終了ですね。終了ですね。行きましょう。行こう。トゥー。せいや。廃校？廃校か。廃校はやばいな。俺がそっち行って先ダイヤ見つけたらどうなる？いや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 、それ俺全力で園長倒しに行くだけで。そうだよ。君はネザーのダイヤを見つけなさい。先に俺がダイヤ見つければそれはもう俺のもんだからね。まあまあ。クイズの見つけたことにならないよね。今園長がどんぐらい進んでるか。じゃあネザーゲートできたんで行きます。マジか、マジか。ただ廃校行けば次の洞窟に行ける可能性もあるからね。そういうことか。行くぞ、ペント。待って、ここのやつらを回収していかないと。ペント、早く来て。急いでる。え、待って、マグマ、あ、ペント、何待って、はっはっは、マグマの壁が急に。これ言ったら強制でしょ、絶対。いや、しげえよ、何もしないよ。なんか急に撃ってきた、急に撃ってきた。僕のせいかもしんない。絶対そうでしょ。あ、待って、耐えて、ペンティ耐えて、ペンティ、ここで死ぬのは許されない、ここで死ぬのは許されない。危ない、パンを食べて、パンを食べて、残り1。危ねえ危ねえ、ごめんよ、危なすぎだ。僕のせいか。絶対そうでしょ。この砂で登ったとこから撃ってきてんだもん、マグマ。いや、言うてそろそろ見つけるぞ、園長。やばいやばい、そうか、そろそろクライマックスか、もう。いや、今もクライマックスだよ。音楽流れてるかもしれない。クライマックスの爆発。待って、あー死んだ。何、クリーパーで死んだ。クリーパーで死んだ。クライマックス、テントだけ死んだ。やっぱあれだよね、ブラマイするよりも絶対探した方が早いんだよね。うん。ブラマイして勝っても美しくないからな。いや、それはある、それはある。あなんだろ、こいつマジで。アメジストです。え、ダイヤあった、ペント。アメジスト。ダイヤないの？ダイヤはない。なんでだよ。あれ、イルタヌキあった、ありました。マジか、全然見逃してたじゃん。全然見落としてた。おいおい俺がさっきこの辺にあるって言ったところに後ろにあった。全然見逃してたじゃん。悪いな、園長。おい、マジかよ、間に合わなかった。勝負ありですね、マジで。やったやったやった。あ何
どういうこと？爆発？え、犬たぬき、え、今なんか、え、トラップ？いや、クリーパーじゃないよね。ペントどこ行った？え、爆発したよ。どういうこと？え、ドッキリ？ペントさん、はい、今回はですね、はい、園長が透明になって君をいじめるという動画です。なんだ、マジか。